え、あゆねちゃんも貝殻のテーブルの作り方知ってるんだ。あは。うん。あげたけどいつまでも飾ってくれない貝殻のテーブルね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。めっちゃ雨降りよる。はい、そして、あ、そうや、あゆのさんへ、先日はありがとうございました。お礼に仕立て屋クーポンを2枚お送りしますね。仕立て屋で3000ベル以内のアイテムと交換できますよ。よかったら使ってください、ことのより。イエーイ、やったね。また買いに行こう。で、葉っぱ柄マリンスーツと、ハッピーホームアカデミー。アイナさんのお部屋は、8837ポイント、ランク S。西に黄色いアイテムを置くのは風水的に良いとされています。アイナさんのお部屋では、キャンピングカーの模型 B の配置がグッドです。めっちゃ細かい。ハッピーホームアカデミー。ルーシー、聞いてください、アイナさん。私、考え事をしながら掃除をするのがマイブームなんです。終わる頃には部屋も綺麗になってるし、一石二鳥だと思うんですよね。ただの掃除好きじゃなくて、そこには私なりに美学があるんです。こだわり派のルーシーより。まあ、でも掃除しよるときって特に何にも、意識はしてないけど。アイダホ。やってるか、アイナ。突然だけど、親愛ならお前にちょっとしたサプライズだ。部屋の雰囲気を変えると筋トレの効果が上がるらしいんだ。オイラだけってのも不愉快じゃないから、お前も試してみるといいぞ。マッスルボディのアイダホより。なになに？何かしら家具をくれたってことよね。とりあえずこれが、仕立て屋クーポン。葉っぱ柄マリンスーツ。そして、レッドハートの壁紙。レッドハートの壁紙私持ったんよね。普通に持ったんよね。待って。お。やっほー。やあ、こんにちはです。おしゃべりしよう。君は今から何をするつもりなの？僕もこっそり真似しちゃおうかなーってし。今からね、私は仕立て屋クーポンを使ってお買い物するんだ、服の。お、袋が止まっとった。おや、あゆなじゃないか、立ってね。話を聞きに来たよ。ここの暮らしにも随分慣れたよ。ちょっとばかし不便なとこもあるけど、そういえば都ではよく言ってもさ、立ってね。ハンナちゃんは、初期やったんやっけね。お、ジュース選んでるんですか？私にも奢ってくれてよろしくってよ。やあ、エラくん。僕たちは目には見えない壁に阻まれていたようだね。姿は見えているのに手が届かない。そんなもどかしい日々が続いた気がする。要は久しぶりってことさ、まさしく。まあ、私側的には見かけてはないけど。まあね、飛行場に行ったり、お金稼ぎをしたり、そんな感じか？びっくりした。いつの間にそんなとこまで移動を。はい、それじゃあちょっと、あ、そうよ、袋。あ、虫捕り大会のお知らせ。皆さん、7月25日土曜日は虫捕り大会です。たくさん虫を捕まえると、豪華商品がもらえるとか。これは見逃せませんね、しずえ。ん？今月は魚釣り大会と虫捕り大会両方あるってこと？よね、今月やったよね、釣り大会。ええー、そうなんや。なるほどね。両方あるのね。あ、かわいい。よし。いただいていこうか。あ、ルーシー。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。なんか正統派のお嬢様系の服だな。なんだかお久しぶりですね。お元気でしたか？お話ししたいことがあったんですけど、何だったかしら。日にちが経っちゃったんで忘れちゃいました。よ。まあ、それは、しょうがない。はい、それじゃあちょっと。試着室を使いたいのね。どうぞ。あら、お客さん。仕立て屋クーポンを持ってはるんですね。3000ベル以内に商品なら、1枚につき1点無料で引き換えられますよ。ぜひ使ってくださいね。そのつもりです。2枚あるんよね。ってことはだ。前結び。違うなぁ。リボンショルダー極み。あ、これもしかして後ろじゃないわ。あ、なるほどね。肩の部分がリボンになっとんや。水色が一番しっくりくるけど。穴開きかわいいな。で、ヨットのショートパンツ。なんか捨ててこみたいな感じやね。やっぱドーリーワンピースかなぁ。ファイン柄アウトドアハット？アウトドアハット、これさ、
パターンのやつじゃない？パイン。え？なんかこれ、あったことない？私これ、屋台で使ってないっけ？絶対使っとると思うんやけど。この柄。パイン柄あるのね。色的にはこれが一番、爽やかな感じするね、よき。とりあえずパイン柄アウトドアハットと、こっちどうしよう。黄色かな？そして、あとは自腹ということで、ビーズ刺繍のサンダルも可愛いんやけど、色合い的にはここかな。靴下邪魔やね。靴下めっちゃ邪魔やね。よし、じゃあこれでいこう。買っちゃいます。このまま。あ、サンダル1800ベルもするんや。へぇ。とりあえずこれで。帽子かわいい。あら、素敵やよ。お気に。もともと身につけたものは、お家の収納に送っておくわね。ってことで、ちょっと靴下はずぞ、靴下。これいらんやろ。よし。オッケー、爽やか。お気に、またどうぞ。よきよき。なんか、あの辺晴れてない？ねえ、なんか向こうの方晴れてるよね。あ、ヤッホーツンダラさん。あら、エナさん、ご機嫌いかがなのだわ。話しに来たよ。雨の音を聞いていると、なんだかノスタルジックな気分になれるの、なるのよね、なのだわ。ノスタルジックと、どういう感じなんやろ。感覚がいまいちよくわからないんだけど。その辺、あ、ここか。ちょっと手前やったわ。化石を掘り出した。ちょ、待って、私の見せ場。私の見せ場、ツンドラさんが邪魔していく。今日のメッセージボトルは、落ちてないんすかね。あと、この時間帯に、DIY をしている子も、いないのかしら。ほら、この柄よね、確実に。めっちゃ思ってんけど、パターンのやつよね。あ、でも、微妙に違うんか。え、違う？いや、違わんかった。葉っぱが違うと思ったけど、葉っぱもそのまんまやったわ。お。よし、これ。さあ。DIY 好きなお前。この間新しい筋トレ法を考えたら、なんでか DIY のレシピを思いついたんだ。筋トレしながらでもすぐ作れるから、お前にも教えてやるぞ。失敗しても根性でカバーだ。DIY は気合だ、サスケより。猿か、サスケ。梨のベッド、どんな感じ？梨のベッドのレシピを覚えた。ってことで、梨のベッド。めっちゃそのまんまやね。超そのまんまやね。あ、シャンティ家におるやん。お邪魔しましょう。お、チョコのアイス、いいね、いいね。アイナさん、私の部屋にいらっしゃい、だってわ。お話ししよう。今度の土曜日は虫取り大会ね。私、虫取りってそんなに得意じゃないんだけど、できる限り頑張ってみるわ、だってば。私も、でもね、あ、傘も飾っとるやん。え、めっちゃ、いいね。何パンダコーナーここ。私があげたやつちゃんと、でも刺すことはせんねやねん。これは鑑賞用ですか？パンダコーナー作られとった。かわいい。でもパンダグッズ、シャンティっぽくていいよね。シャンティっぽいというか、中国っぽいというか。お、いらっしゃるね、モニカ。お、作ってる作ってる。あー、今いいとこなの。まあ、いっか。どうしたの？アイナちゃん。あは。忙しそうだね。えへん。何を隠そう？あたいは今、貝殻のテーブルを作ったとこなの。貝殻のテーブル。貝殻のテーブル、私前あげたやん。昨日の夜の晩からアイデアをピコーンと受信してね。それを具現化してる最中ってとこ。え？アイナちゃんも貝殻のテーブルの作り方知ってるんだ。あは。
あげたけど、いつまでも飾ってくれない貝殻のテーブルね。てかさ、こういうのさ、あんまやけど、みんななんか、自分らでもいろいろ作りよりやん。やっぱなんかこう、部屋の中の家具とか、変化していったら面白いのにね。なんか自分で作って飾るみたいな。貝殻のテーブル。もうすでに持っている。ん？なんか黄昏れてる。めっちゃ黄昏れていらっしゃる、ツンドラさんが。これ結構でかくない？鈴木かな？普通に鈴木かな？こっ。いや、雨の日やけんね、シーラカンスとか出てこんかなーと。まだね、未だに一回も釣れたことないんよね、シーラカンス。こっ。来い。入ったー。どうや。魚でもないっていう、つら。つら。ゴミやん。くっそー。シーラカンスって結構デカめよね、多分。こんなもんじゃないんやろうな、きっと。どうや。はい。ほい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 。いいか。くっそ、大したもんが釣れね。大したものが釣れね。あれやね、この天気でも普通にセミとかは止まっとんやね。なるほど。ゴーゴーゴー。どうも。いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店、ようこそ。ようこそ。え、あのプールめっちゃいいんやけど。てか、超カラフルやね。アイナさん、いらっしゃいませ。ませ。今日はどうなさいましたか？こっちの机もいいな。買い取ってください。買い取りでございますね。では、お降りいただけるものをお見せくださいませ。ませ。とりあえず、この辺のを、あ、待って。こっちはね、この、ボーダーのマリンスーツを売り払っとくわ、私。これで、オッケーかな？うん。オッケーオッケー。いろいろお持ちくださったんですね。では、計算しますと。はい。では、合計7780ベルドの買い取りでいかがでしょうか。売っちゃいます。ありがとうございました。マスター。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。ませ。ってことで、お、なんだ？不要品買い取りキャンペーンか。たぬきまより150×2ゲット。さあ、そしてちょっとこの二つを買いたい。そちらの商品はオフィスのデスクでございます。こちらは現品限りですので、早い者勝ちですよ。ですよ。お値段は3600ベル。安っ。いります。毎度ありがとうございます。3600ベル。間違いなく頂戴しました。で、ちょっとこっちのプールも。そちらの商品はビニールプールでございます。こちらは現品限りですので、早い者勝ちですよ。え、めっちゃ安いやん。3100ベル買う。え、ここさ、高額商品エリアじゃなかった？ねえ、金の値札がついて。え、めっちゃ安かったよ。どうした？え、一緒に買ったデスクと同じレベルやったやん。なんならデスクより若干安くなかった？え、何事なんだろうか。嬉しいけども。なんか、お買い得な気分。イエーイ。現実でも安いよね。ビニールプール3100。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あのね、結構マミーさんの家が、ま、子供がおるっていうことで、そういう感じのね、庭を作りたいなと思いよったけん、ビニールプールちょうどよかったかも。いつ完成するかわからんけど。